はい、皆さんこんにちは。ハイシェス、先日ですね、一時1ドル150円をですね、為替レートが達しましたので、円安時代に起きていくことの一つ、それはですね、外国人労働者がどんどん日本を去っていく、そういったね、話について本日はお話をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味がある方は、ね、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。昨日ですね、10月の3日だったんですけども、一時ですね1ドル150円達成しまして、直後にですね一気に為替介入が入ったようでして、149円の前半ぐらいまで今落ちてきている状況なんですけども、いよいよねまた150円ぐらいを1年ぶりぐらいにですね来ているという状況になりまして、本日はですね、超円安時代のこの影響の一つとして、日本ではこの労働不足が顕著に現れてくるというお話をですね、本日はしてみたいと思います。どういうことかと言いますとですね、今日本では当然ながら人口減になってきておりますよね。どんどん高齢者の方が増えてきていて、労働してくれる人がどんどん減ってきている状況に今突入してきているんですけども、それをですね補っているのが外国人の労働者、例えば東南アジアのフィリピンとかベトナムとかカンボジアとか、そういったところからいろいろ来てくださっているんですけども、来てくださっていた理由としてはですね、例えば2020年とかっていうのは1ドル100円とか102円ぐらいだったわけですよ。そうするとですね、米ドルと同じぐらい円を稼ぐことによって日本で働いて、それを東南アジア各国の親とかにですね仕送りをしたりとか、そういう感じで出稼ぎっていうので日本がよく選ばれてきてますし、日本っていうのは安全だし稼げる国ということで、多くの海外の労働者っていうのがですね日本に来ていた。日本という国はですね、移民に対してすごく毛嫌いをする国ですから、移民というキーワードを使うと国民の方が多く反発するということから、技能実習生ということで多くの外国人を受け入れている、そういった形でですねやってきていたんですけども、今ここに来てですね、どういうことが起きているかと言いますと、今1ドル150円になったとするとですね、円の価値ってどんどん下がっているわけですよ。一方で東南アジア、私がいるこのシンガポールもそうですし、このインドネシアとか近隣各国も非常に今年齢ピラミッドが逆三角形のようになってきていて、どんどん若い人たちがやっていくので、どんどん豊かな国になっていっているわけです。今はいくら日本円を稼いでも日本円の価値が50円も下落しちゃってるわけですから、自国に仕送りしてもですね稼ぎがガクッと減ってきてるわけなんですよ。なので今後ですね、日本に行って稼いでも儲かんないよねというふうになってき始めて、韓国だったりとか、もしくはねドバイとか、もっと違う国に東南アジアの人たちっていうのが働きに出ていく、そういった時代にね来ているわけです。もしくはもう自国の方が稼げるよねという状況になってきているわけです。そうすると日本というのは、今まで海外の労働者によって保たれていたちょっと大変な工事現場だったりとか、いろんな仕事っていうのが誰もやる人がいなくなってくるというところで、いろんなねサービスとかインフラの質っていうのがですね悪くなっていく、そういったことに、ね、つながっていくというところですね。この円安っていうのはですね、いいことばかりではないわけですよ。あとは一方でですね、最近ハワイに行くとですね、多いお茶を買うだけでね1000円になったとかですね、ラーメン一杯食べたら3000円になったとかね、そういう話が出てきてますけども、それだけね今円を持って海外に行くとですね、非常に自分のお金っていうのが少なく感じてしまうってことがですねあります。なので円安が進んでしまうと、日本人は海外旅行にも行けなくなってくる。いや、日本の旅行ってどうかとすると、バーゲンセールだっていうことで海外からどんどんインバウンドの旅行ができてきまして、そういう人たちが高いホテルに泊まったり、レストランでもどんどんお金を出していくことによって、サービス提供者、レストランとかも日本人にサービスを売るよりも外国人にターゲットにしてビジネスとした方が儲かるよねってことで、だんだん単価が上がっていき、日本人は国内のね京都とか大阪とか沖縄とか、そういった旅行に行きたくても高すぎて行けなくなってくる、そういった時代になってきていると。これがね今後もっともっと進んでいくというところが、ちょっと怖いところになってきてまして、なので我々としてはですね、今後はやっぱりもっと外貨を稼ぐのが非常に重要になってきますし、より海外に出ていったりとか、そういったね日本円以外の、ね、外貨を稼いでいくってことをねしっかりやっていかないと、かなりね日本っていうのは今後厳しくなってくる、そういったのはですね、多くの方も言われてますし、私もそうも思います。はい、ということでですね、今現実的に150円がまた来ております。これが一時的なものを買うっていうことではなくてですね、やっぱり今日本の国力が落ちていってる、そうすると円の価値がどんどん下がってくる、それはですね頭に入れておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日はこの労働力が低下することについてのポテンシャルのリスク、こちらについてですねご紹介をさせていただきました。もし本日の内容良かったことがあれば、ぜひいいねをよろしくお願いします。
チャンネル登録のフォームでひこちゃんの方からよろしくお願いします。ツイッターの方もぜひこちらの方からフォローしてくると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ひこちゃんの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.